島テレビの横山篤社長から激励金が手渡されたのは、男子代表の相馬高校と女子代表の郡山女子大附属高校のキャプテンなどです。今年は身長が小さいのでテンポの速い攻撃っていうのを意識してやっています。チャレンジャー心を持って一つ一つのプレーを大事に楽しんでやっていきたいと思います。どんなチームであろうと自分たちがしっかり全力を出して勝ち切れるように一戦一戦戦っていきたいと思います。春の高校バレー全国大会は来年1月4日に開幕します。